こんにちは、猫ベビーです。今日は教会のピエロの試合を解説していきたいと思います。版は全部、自分はまあ全マップ義士版なんで義士版で、編成は傭兵オフェンス採取占い師のパーティーです。で、人格は多分左右と耳鳴りと左右耳鳴り焼き入れ、折り毛も指名手配です。で、まあ所定小屋を追おうとしていくんですけど、自分あそこのオフェンス見えてなくて、で、まあここの祭祀追えないじゃないですか、絶対追えんくて、今オフェンス見えて、で、北下で占いも見えとったんで、まあ傭兵に一発与えに行くかなみたいな感じですね。港辺にいる。で、傭兵に一発当てて、まあそれで分かっとるじゃないですか、小屋祭祀で真ん中オフェンスで北下占いって。そうなったら終えるポジション中央のオフェンスだけなんですよ。なんでオフェンス追っていきます。で、ここはなんか無理に突っ込んだりして板で止められたりしたらもう負けなんで、板倒すの待ってからしっかりドライブ当てていきます。で、ここはその乗り越えた後にボール使って鬼没読みしてくると思ったんですけど、まあ距離感なら間に合うなと思って鬼没使いました。で、釣って小屋に乗せてロングワープ壊してですね。で、まあ、立て直ししんなら祭祀来ると思って、立て直しするなら9割かなと思ってキャンプしてます。で、ここはまあちょっとの時間でも占い師に解読圧かけれるように、そっち教会横寄って解読回させんようにしてますね。で、まあ回復終わったんで、もう傭兵が救助来るかなと思って待ってます。で、ここでその傭兵の方行き過ぎると肘当て使われて無傷とかされたら最悪なんで、まあ椅子前でしっかり待ってって感じにしましょう。で、ここはオフェンスに袋をついたんで傭兵殴っていきます。で、ここパーツつけてオフェンスを置くかなと思ったんですけど、ボール残っとって教会内行かれてめんどくせえなーってなったんで、占い師の方に、占い師にドリル当てようかなと思ったら、なんか当てにくそうな場所行ったんでオフェンスを置くかなと思って中央とか経由してオフェンス降りそうな場所探しとったら祭祀見つけれました。で、祭祀にドリル当てて、で、祭祀とオフェンスが立て直ししとるところを当てたいなと思いながらオフェン占いの方行くんですよ。だからその時さっき一瞬だけ回復の音聞こえたんで、多分中央で回復しとるんやろうなと思って中央の方次向かいます。で、これでもう一応全部のキャラクターにドリル入ってるんですよ。なんで相当立ち回りやすいんで、とりあえずオフェンス飛ばすことを第一にして立ち回っていきます。で、ここオフェンス多いですね。で、ここオフェンスボール残ってるん で、まあ、ここも追いにくい場所なんで推進つけてオフェンス追っていきます。で、ここは板読み勝つことできてオフェンス釣って、まあ、飛ばすことできますね。で、残り3台なんですけど、小屋かなり回っとって教会横も多分結構回っとったんで、まあ、実質もう残り 1,2 台かなと思いながらやってます。で、まあ一応全員負傷状態なんで、傭兵のドリル放置状態作れて、しかも傭兵騎士会履いてるんで、ドリル放置状態作れて祭祀と占いのどっちかダウン取れて釣れたらいいなと思いながら立ち回ってます。で、ここは傭兵見つけることできてダウン取ることができました。で、ここはそう足跡残ってたんで祭祀の方を追いに行きます。
お肉行くんですけど、多分あそこでさっき揺れ見て墓揺れ取ったんで、先に占いのダウンすぐ取って、でその瞬間移動に直して教会戻ってダウン取るって立ち回りにしようかなと思ってます。でここは墓場向かっていきます。墓場向かってって、なんか奥いなかったんで結構当てやすいポジションなんで、もうパッパと当てて瞬間移動に変えて、で祭祀多いですね。でもうあと祭祀ダウン取るだけで勝てるんでって感じですね。その、まあ、この試合はその素直にオフェンスをトンネルするんじゃなくて、境界とか狭いマップやと全体負荷も強いよって感じの動画でした。それでは2試合目の方解説していきたいと思います。2試合目は IVC のルールでバンをやったので、ちょっと特殊な形になってるんですけど、まず機械技師バンして傭兵オフェンスを、傭兵オフェンスじゃない、傭兵占いをピックしたので、でもう1番は囚人バンしてこの編成になりました。で初手じゃない、人格か、人格は左右と耳鳴りと折り毛と指名手配と、あと感性とパニックか、パニック振ってます。で初手カーボーイに一発与えれて、カーボーイは追えるんでそのまま追ってきます。で足跡見つけて追ってくって感じですね。でカーボーイとかオフェンスを追うときは推進機ないと距離取られてドライブ当てれないんで、推進機つけて追うようにしましょう。でここも推進機つけて、もう1回のドライブでダウン絶対取りたいですね。でここはカーボーイが縄ミスったのでダウン取れました。でそこ、ここ何号機揺れてるんで、でここのロングワープだけ壊して釣ります。でこの時に傭兵の姿が見えてたんですよ、一瞬。なんでそこいるの分かってるんで、そのまませかしていきます。でここは規模使ってリーリー取ります。でそのままカーボーイトンネルですね。でここ傭兵壁してくるんですけど、無理にドライブしてなんか縄使われて距離離されてチェイス伸びるっていうのが一番嫌なんで、まあ、傭兵のダウン待ってからダウン取りたいなって思ってるとこです。ここは判定めちゃくちゃ謎だったんですけど、まあダウン取れました。でここで釣って、まあ、耳鳴りするんで多分祭祀かなみたいな感じですね。で祭祀の救助を待っとる感じですね。でここはドライブ当てて近くにワープあるんで、できたら側トンネル狙いたかったんですけど、側トンネルできませんでした。あそこの場面側トンネル、トンネル狙わんとカーボーイの縄が残っとるんでワンチャン稼がれる可能性あるんで、できたら側トンネル狙った方が安全でしたね。まあ、ここは伸ばされずに釣ることができます。で釣る前に推進機近くに落ちとるんで集めて釣ってから、まあ、さっき追った傭兵とかの場所行って祭祀の回復するとことか狙ってきたいなと思ってるところです。でここは占い師に当てれて、まあ、傭兵と祭祀どっか行くんでどっちか終えたらいいなと思ってるところだと思います。でここ多分傭兵を追って傭兵のダウン取りたいなと思ってます。でここは肘当ての後若干残り半手あるんで、それのおかげでダウン取れました。でこれはなんか分かっとったんか忘れたんですけど、
まあ、多分最初おるなと思ったんで行ってたと思います。でこのまま妻子追ってますね。でここはそっち側行ってくれたんで、まあ、しっかり読み合いしてダウン取れました。でここ釣ってまあもうほぼ勝ち勝てですね。ここ釣ってまあ救助待機して、まあどうせ多分傭兵が回復してくるんですけど、まあ、傭兵のダウン取ってで妻子トンネルしてみたいな形取っとったら万号機上がることないと思うんで勝てます。なんかここ救助狩りやりてえなと思っとったんですよ。そしたら裏から救助来られて救助されたんで、まあしっかり待った方が安全です。でここは読み合い勝ってよっしゃと思ったら攻撃当たりませんでした。でここは傭兵のダウンしっかり取って再出って、で多分傭兵が機械入っとるなと思ったんで占い師の方行って、それで4釣りですね。で耳鳴りするんで待っとったんですけど、まあ見えたんでドライブしてダウン取って4釣りです。粉チューブからのお知らせです。粉チューブを見ていて動画に出ているあの人に質問したい、こんな動画を作ってほしい、第五人格のあの人の動画を見たいなんて思ったことありませんか？そんなあなたのお悩みを解決するために粉チューブ公式ツイッターを作りました。公式ツイッターについて粉チューブへ質問がある場合、プロフィールに書いてある URL から目当ての人へ質問してください。動画への要望は固定ツイートのリプ欄に記入してください。また粉チューブは動画投稿の依頼も受け付けています。動画を出してみたい方は DM まで。編集サムネイルは粉チューブがしますので、興味のある方はぜひお気軽にご連絡ください。ツイッターのフォローよろしくお願いします。紳士淑女の皆様、この度はヘイチャンネルの動画をご鑑賞いただき誠にありがとうございました。よければ高評価チャンネル登録をお願いいたします。また他の動画もおすすめとなっておりますので、ぜひご覧ください。それではあなたのランク戦がいい結果で終わることをお祈りしております。人知を尽くして天命を待つ、どうか神のご加護があらんことを。